聞いたり、まあ、なんかちょっと震災の時の話とかも聞きたいみたいなことをオファーをしてて、うん、どう思う？それは柳。あ、プロフェッショナル。柳。プロフェッショナル。うん、そうだね。俺、プロフェッショナルじゃないの。いやいや、好きな YouTuber ランキング、2連覇するのよ。で、うん、いや、でももう一個来てて、MC が、東田さん大好きって言ったら、安西奈々さんって言うじゃないですか。うんうん。東田さんが後ろから突然やってきて、ほとほとおじさんみたいな、なんか、出方らしいんですけど、どっちかしか受けられないみたいな。うん、もちろん、テレ東でしょ。こちょこちょおじさんが受けるかどうかわかんないけど、はい、まあ、ひゃーって言わしたり、はい、もしくは、はい、おめでとうで、はい、ブリーフ重量上げ、はい、やってあげたいよね、彼女にも。俺、そんな格好つけたくない。そうですか。うん。取られることに、はい、もうものすごい、負担がかかると思う。本番前とか。はい、もう本当クオリティがどんどん下がっていくそうな、はい、でもそこはなんか相談できると思いますけどね。なんかその、ずっと回しっぱなしてなくて、なんかだけど、うん、震災の話もしたくないし、はい、エガチャンネルだったからこそしたわけだし、はい、だからそれをかっこいいって、はい、思わせる番組じゃん。まあ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 、密着。そうだね。そうなるよ。俺を追っかけたら。かっこよくなっちゃうよ。なっちゃうよね。だって真剣にやってんだもん。まあそうですね。うん、そしたらギルのゲダメだよ。ギルガメの安西奈々さん。絶対面白いよ。プロフェッショナルもそんなにでも今後機会来ないね。来ない。いいよ。大丈夫ですか。大丈夫大丈夫。いやーそっか。プロフェッショナルちょっと見たかったんですけどね、僕も。まあわかるよ。はい。うん、わかる。そういうのを拒否してきたから、はい、まあ稲ちゃん、江頭みじこりっていうのがあるわけだし。はい、あんまかっこつけたくないんだよ。Ha ha 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 ha!